シェーンブルン宮殿は、オーストリアの首都ウィーンにある宮殿。ハプスブルク王朝の歴代君主が、主に夏の離宮として使用した。現在、同宮殿と庭園群は、世界遺産に登録されている。美しい泉の発見者、皇帝マティアスカッターブルクとゴンザーガ宮殿14世紀初頭、現在のこの地には、コッターマハルと呼ばれる水車小屋が建っており、周辺の農地と共に、 クロスター・ノイブルク修道院の荘園とされていた。修道院の良い財源であったが、1529年の第一次ウィーン包囲によって荒廃した。その後、ヘルマン・バイヤーが借り受け、カッター・ブルクという小さな城を築いた。1569年、神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世によって購入された。マクシミリアン2世は一帯を狩猟地として利用した。 カッターブルクを改築し、広大なブドウ畑や動物の飼育園などを設け、しばしばこの地に投留した。マクシミリアン2世の子、ルドルフ2世の治世下である1605年に、ハンガリーのバーキに襲撃されて破壊された。1608年、ルドルフ2世の弟、マティアス大公の手に渡り、狩猟館が設けられた。1619年、 資料に興じていた皇帝マティアスによって美しい泉が発見され、これがシェーンブルンの由来となった。マティアスの後を襲ったフェルディナント二世はこの地を皇后エレオノーラ・ゴンザーガに送った。1683年第二次ウィン員包囲によって再び荒廃した。オスマン帝国の脅威が去った後、 神聖ローマ皇帝レオポルト一世は、息子、ローマ王、ヨーゼフの夏の離休として、この地に、新しい宮殿を建設することを決意した。第一計画案上、シェーンブルン宮殿第一案した、同時代の仏、ベルサイユ宮殿神聖ローマ帝国の王子の戦意を、回復させたいという願望ゆえに、新しい宮殿には、神話や歴史からの影響を駆使する、英雄的表現が期待された。 設計を嘱託されたヨハン・ウェルンハルト・フィッシャーフォン、エルラッハは、パリのベルサイユ宮殿に対抗して、それをもしつつも凌駕する壮大な宮殿を計画した。それは、神聖ローマ皇帝という存在は、フランス王権を凌駕するものでなければならないと考える宮廷、両方君主、貴族たちの願望の現れであった。この計画によれば、現在グロリエッテのある丘陵を、 宮殿の建設場所とし、斜面北側をテーラスにして、それをグロットを持つ擁壁で支えることになっていた。そして、主庭園は、斜面南側に展開されることになっていた。第二計画案、シェーンブルン宮殿、第二案しかし、当時のハプスブルク宮廷の苦しい財政事情では、第一案のように壮大な宮殿を建設することは、現実的に困難だったため、 計画は大幅に縮小されて、はるかに簡素な第二案が設計し直された。第二案は、宮殿を急量に建設するのは諦めてその下に、建設し、主建築に両翼をつけるというものだったが、それも直ちには実現されなかった。マリア・テレジア規制下の1750年頃、エルラッハの第二案を起こしとして、ニコラウス・フォン・パカシーによって完成された。 外壁は金を塗る計画であったが、マリア・テレジアが財政状況を考慮し、黄金に近い黄色にした。これを、テレジア・イエローという。1765年、兄、ヨーゼフ2世の婚礼を祝賀して踊る、当時10歳のマリー・アントワネット・マリア・テレジア以降の、ハプスブルク家は、シェーン・ブルンを夏の離宮として、好んで登留した。特によく利用したのは、 マリア・テレジアとフランツにせいであった。1762年10月13日、鏡の間において、マリア・テレジアの前で、午前演奏を行ったモーツァルトは、退出するとき、滑って転んだ。これを、マリア・アントーニアが助け起こしたところ、モーツァルトがあなたを、お嫁さんにしてあげるというような趣旨の発言をしたと、伝えられる。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世は、 毎年春秋をここで過ごし、晩年には、王宮ではなく、こちらに上住するようになった。1916年11月21日、フランツ・ヨーゼフ一世はこの宮殿のベッドの上で、崩御した。1918年11月11日、政治の間において、最後のオーストリア皇帝カール一世が、国事行為の断念を宣言した。カール一世の退去に伴い、 オーストリア共和国政府の所有となった。1961年、アメリカ合衆国のジョン・カイ・ケネディ大統領とソ連のニキータ・フルシチョフ首相との会談の場所となった。1996年、ユネスコの世界遺産に登録された。シェーンブルン案内地図シェーンブルン宮殿はオーストリアで最も重要な観光資源とされ、年間入場数は150万人。 さらに公園と動物園や行事での集客数520万人を合計すると年間で670万人が訪れる。幼いモーツァルトがマリー・アントワネットに求婚したとされる鏡の間幅約175メートル、奥行き55メートルのバロック様式の外観の宮殿の中に全部で1441室の部屋があり、約1000人もの自住や使用人が住んでいた。 彼らのために139もの調理場があった。部屋の多くはロココ様式で装飾されている。2009年現在、公開されているのはおよそ40室ほどに過ぎない。正面右側翼には宮廷劇場がある。観光客に公開されている2階部分を除いた居室が文化財管理公社によって賃貸住宅として一般に貸し出されている。 これは1960年代にウィーンの住宅不足問題の解決策として考案されたものである。居住者は建物の性質を変えない程度のリフォームは許されている。家賃は比較的安価だが、現代では居住に不便な部分も多々あるとされ、住宅物件としてのウィーン市民の人気は低い。であるため公務員であることが入居の条件であったが、1992年に その制限は撤廃された。2014年、ホテルグループ、オーストリアトレンドパークホテルが、宮殿の一部を改装して、スイートルームとした。東西約1 2トル南北約1トルという広大な規模のフランス式庭園で、1779年頃から公開されている。シェーンブルンの庭園は、オーストリアを代表する名園とされる。 パルメンハウスシェーンブルン動物園1752年に宮廷メナジェリーとして設立された世界最古の動物園。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。